お名前は何ですかジョン・テイラーです。ですです日本語は難しいですかはい、少し難しいです。日本語は難しいですかはい、 少し難しいです。あの方は先生ですかいいえ、先生ではありません。あの方はは先先生生でですか？いいえ、あありません。あの人は誰ですか田中さんです。 あの人は誰ですか田中さんです。鈴木さんはおいくつですか ?28 歳です。鈴木さんはおいくつですか ?28 歳です。誕生日はいつですか ?4 月10日です。 誕生日はいつですか ?4 月10日です。電話番号は何番ですか ?090-1234-5678 です。電話番号は何番ですか ?090-1234-5678 です。 明日、学校へ行きますかいいえ、行きません。明日、学校へ行きますかいいえ、行きません。ジェイソンさんはアメリカ人ですかはい、アメリカ人です。ジェイソンさんはアメリカ人ですかはい。 アメリカ人です。今、何時ですか ?3 時半です。今、何時ですか三時半です。毎朝、何を食べますかパンと卵を食べます。毎朝、何を食べますか パンと卵を食べます。あれは誰のかばんですか加藤さんのかばんです。あれは誰のかばんですか加藤さんのかばんです。昨日の晩テレビを見ましたかいいえ、見ませんでした。 昨日の晩、テレビを見ましたかいいえ、見ませんでした。このパソコンはあなたのですかいいえ、私のではありません。このパソコンはあなたのですかいいえ、私のではありません。それは何の雑誌ですか カメラの雑誌です。それは何の雑誌ですかカメラの雑誌です。これは何ですか消しゴムです。これは何ですか消しゴムです。ネクタイ売り場は何階ですか 6階です。ネクタイ売り場は何階ですか ?6 階です。この靴はいくらですか ?1 万5千円です。 この時計はどこの時計ですかスイスのです。ここののの時時計計はどでですす。か？スイスイテストはいつですか来週の金曜日です。テストはいつですか 来週の金曜日です。週末は何をしますか公園でサッカーをします。週末は何ををししまますす。か公園でサッカーをします図書館は何時から何時までですか午前10時から 午後5時までです。図書館は何時から何時までですか午前10時から午後5時までです。デパートの休みは何曜日ですか水曜日です。デパートの休みは何曜日ですか 水曜日です。トイレはどこですかあそこです。トイレはどこですかあそこです。それはどこのネクタイですかイタリアのです。それはどこのネクタイですか イタリアのです。うちはどちらですか京都です。うちちはどちらでですす。か？京都です会社はどちらですか任天堂です。会社はどちらですか 任天堂です。何の会社ですかゲームの会社です。何の会社ですかゲームの会社です。毎朝何時に起きますか六時半に起きます。毎朝何時に起きますか 6時半に起きます。毎晩何時に寝ますか？12時に寝ます。毎晩何時に寝ますか？12時に寝ます。明日は休みですか？はい、休みです。明日は。 休みですかはい、休みです。昨日勉強しましたかいいえ、勉強しませんでした。昨日勉強しましたかいいえ、勉強しませんでした。昼休みは何時から何時までですか,12時から 一時までです。昼休みは何時から何時までですか十二時から一時までです。家族は何人ですか三人です。両親と私です。家族は何人ですか三人です。 両親と私です。おととい働きましたかいいえ、働きませんでした。おととい働きましたかいいえ、働きませんでした。授業は何時からですか9時からです。 授業は何時からですか9時からです。授業は何時に終わりますか3時時にに終終わわりりまます。す授業は何時に終わりますか。3時に終わります。会社へ何で行きますか電車で行きます。 会社へ何で行きますか電車で行きます。うちから会社までどのくらいかかりますか ?30 分かかります。うちから会社までどのくらいかかりますか ?30 分かかります。昨日何時まで働きましたか き昨日何時まで働きましたか ?8 時まで働きました。いつ日本へ来ましたか去年来ました。 誰と公園へ行きましたか友達と行きました。したしたいつスーパーへ行きますか今週の土曜日に行きます。いつスーパーへ行きますか今週の 土曜日に行きます。この電車は大阪へ行きますかはい、行きますよ。この電車は大阪へ行きますかはい、行きますよ。一緒に昼ごはんを食べに行きませんかいいですね、行きましょう。 一緒に昼ご飯を食べに行きませんかいいですね。行きましょう。コーヒーをもう一杯いかがですかありがとうございます。いただきます。コーヒーをもう一杯いかがですかありがとうございます。いただきます。駅で誰に会いましたか 鈴木さんに会いました。駅で誰に会いましたか鈴木さんに会いました。今朝新聞を読みましたかはい、読みました。今朝、新聞を読読みみままししたた。かはい、読みました どこでそのカバンを買いましたかフランスで買いました。どこでそのカバンを買いましたかフランスで買いました。いつ手紙を書きましたか昨日の晩書きました。いつ手紙を書きましたか 昨日の晩書きました。日曜日どこへ行きましたか駅前のデパートへ行きました。日曜日どこへ行きましたか駅前のデパートへ行きました。もう宿題をしましたかいいえ、まだです。これからします。 もう宿題をしましたかいいえ、まだです。これからします。誰に日本語を習いましたか佐藤先生に習いました。誰に日本語を習いましたか佐藤先生に習いました。お父さんの誕生日に何をあげましたか ネクタイをあげました。お父さんの誕生日に何をあげましたかネクタイをあげました。スミスさん、お仕事はどうですか忙しくて大変です。ススミスさん、お仕事はどうでですす。か忙しくて大変です 大学の食堂のご飯はどうですか安くて美味しいです。日本語の授業はどうですか難しいですが面白いです。日本語の授業は

あの、黒くて大きい車です。吉田さんの車はどれですかあの、黒くて大きい車です。明日、暇ですかいいえ、暇じゃありません。明日、暇暇ですかいいえ、暇じゃありません。

日本語がわかりますかはい、少しわかります。日本語がわわかか？かりりまますす。はい、少しわかりますジョンさんは料理が上手ですかいいえ、上手じゃありません。ジョンさんは料理が上手ですか いいえ、上手じゃありません。どうして朝ごはんを食べませんか時間がありませんから。どうして朝ごはんを食べませんか時間がありませんから。田中さんはどこにいますか事務所にいます。 田中さんはどこにいますか事務所にいます。この近くに銀行はありますかあそこです。あのスーパーの隣にありますよ。この近くに銀行はありますかあそこです。あのスーパーの隣にありますよ。 机の上に何がありますか日本語の教科書や辞書などがあります。机の上に何がありますか日本語の教科書や辞書などがあります。鍵はどこにありますかあの箱の中にあります。鍵は どこにありますかあの箱の中にあります。どのくらい日本語を勉強しましたか半年勉強しました。どのくらい日本語を勉強しましたか半年勉強しました。一週間に何回 家族に電話をかけますか ?3 回ぐらい電話をかけます。1週間に何回家族に電話をかけますか ?3 回ぐらい電話をかけます。教室に学生が何人いますか ?5 人います。 教室に学生が何人いますか ?5 人います。リンゴを何個買いましたか ?6 個買いました。リンゴを何個買いましたか ?6 個買いました。毎晩 何時間勉強しますか ?2 時間勉強します。毎晩何時間勉強しますか ?2 時間勉強します。季節でいつが一番好きですか桜がきれいですから春が一番好きです。季節で いつが一番好きですか桜がきれいですから春が一番好きです。肉と魚とどちらが好きですか肉の方が好きです。肉と魚とどちらが好きですか肉の方が好きです。 コーヒーとお茶とどちらがいいですかコーヒーをお願いします。ココーーーーヒヒととおお茶とどちらがいいいですす。かを願しま月曜日の試験は簡単でしたかいいえ、簡単じゃありませんでした。 月曜日の試験は簡単でしたかいいえ、簡単じゃありませんでした。東京は暑かったですかいいえ、暑くなかったです。東京は暑暑かかかっったたでですす。いいえ、暑くなかったです今 何が一番欲しいですか車が欲しいです。今、何が一番欲しいですか車が欲しいです。日本で何を食べたいですか美味しいお寿司が食べたいです。日本で何を食べたいですか おいしいお寿司が食べたいです。夏休みにどこへ行きたいですか海が好きですからハワイへ行きたいです。夏休みにどこへ行きたいですか海が好きですからハワイへ行きたいです。先週の日曜日どこか行きましたか いいえ、どこも行きませんでした。先週の日曜日、どこか行きましたかいいえ、どこも行きませんでした。どんな映画を見たいですかアクション映画を見たいです。どんな映画を見たいですか アクション映画を見たいです。日本へ何の勉強に来ましたか日本文化の勉強に来ました。日日本本へ何のの勉勉強強にに来来ままししたた。か文化一緒に公園でサッカーをしませんか ええ、いいですね。一緒に公園でサッカーをしませんかええ、いいですね。疲れましたね。あの喫茶店で休みませんかそうですね。アイスコーヒーでも飲みましょう。疲れましたね。あの喫茶店で休みませんか そうですね。アイスコーヒーでも飲みましょう。猫はどこにいますかベッドの上にいますよ。猫はどこににいいまますすかベッドの上にいますよ。何で来ましたか地下鉄で来ました。 何で来ましたか地下鉄で来ました。ご注文はそうですね。カレーライスをください。ご注文はそうですね。カレーライスをください。うちの近くに何がありますか 大きい公園があります。うちの近くに何がありますか大きい公園があります。何が食べたいですか韓国料理が食べたいです。 何時にどこで会いますか十時に駅で会いましょう。何時にどこで会いますか十時に駅で会いましょう。その本はあなたのですかいいえ、図書館で借りました。その本はあなたのですか いいえ、図書館で借りました。どうして日本語を勉強しますか日本の会社で働きたいですから。どうして日本語を勉強しますか日本の会社で働きたいですから。週末、何か約束がありますか いいえ、ありません。週末、何か、約束がありますかいいえ、ありません海とと。海と山とどちらが好きですかどちらも好きです。海とと山どどちちららが好好ききでですす。かも 今、誰に一番会いたいですか両親に会いたいです。今、誰に一番会いたいですか両親に会いたいです。Thank you for watching.Hope this video h e l p e you to learn Japanese.Please subscribe and give like on this video. I would love to get your comment and question too.See you in the next video. 継続は力なり